ことも、ね、新潟大事ですよね。いいボールを入れたい。あ、フリーになった安田だ。安田のミドル。アルビレックス新潟のサポーターの目の前、スーパーゴールを決めた安田、安田道博。さあアディショナルタイムは長い4分、まだわからない。勢いはこれで一気にアルビレックス新潟。リプレイです。全くのフリーでこの安田、うわー、ブレて最後左に曲がっていきました。まあ小川からでしたけれどもね、はい、この